はい、始まりました。サンシャインの神田さんでございます。さあ、ですね、先週、私お休みいただきまして。何をしてたんですか？はい、先週、地元の友達の結婚式で、スピーチして、ギャグして、滑って、参りました。親友のね、はい、お互いの共通のあれですけど。はい、それはメールで、はい、のびきょうから、はい、一応ね、ケンタっちゅう友達なんですけど、はい、その結婚式のスピーチでちょっとお前のギャグやってもいいって来ましたけど、はい、まあ僕あえてシカトしたんですけど、はい、結局どうしたんですか、ギャグは。やりました。いやそれね、昨日、はい、先週の放送でも話したんですよ。多分やって滑ったら多分僕のせいにするやろうし、はい、僕のギャグなんですよっつって、はい、本当いいけどどっちですかねって言って、はい、やったんですね。やりました。何をやったんですか？いや、わっしょい太郎もう、がっつりやって、で、その後相方からのメッセージですってやって、で、先輩からですって言って、ザ・ニンジャの山脇さんからもらったエロティアラっていうのをやって。お前、なんすかエロティアラ？ポコチン、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 あー、チョッキン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 、初中お見舞い申し上げます。これは、山脇さんがしたらめちゃめちゃ面白い。いや、めっちゃ面白かったけど、やっぱりちゃお前、あーじゃないけど、にょーんやから。あ、にょーんか。ポクチン、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 にょーん、チョッキン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 、所長お見舞い申し上げます。ちゅう、やる。はい。言われましぐらい。ねえ、はい。やっぱやるやつで違いますね。違いますね。っていうのを、正確にできた結婚式。滑る親友の結婚式のスピーチで。いや。120受けるやん。全然良かったっちゃけどね。他の人も知り合いじゃないの？客。いや、知り合い知り合い。なんかもう変なノリになって。スピーチでそんなギャグか。うん。なんかもうそういうノリになって、もう新郎と新婦がショートコントするみたいな。なんかしかも。めちゃめちゃ寒いやん、その結婚式。オチが全部。っていう地獄ふわってして終わるっていう、ほんと愛ある結婚式やな。ほんとに幸せだよなと思って。結構面白いけど、離婚します。やめろ、すぐ離婚します。一番大事なのというわけで、一周開きましたけれども、47回目のサンサンさんをお送りしたいと思います。今日もゲストが来てくれておりますので、一人ずつ。あ、早速ね。早速もう、あ、じゃあ、なんあります？いや、もうないです。では早速一人ずつ呼んでいきたいと思います。まずはこいつだ。ジョンジョン高橋。はい、どうも。はい、さあ続きまして、やさしーず佐伯。はい、続きまして、水中モーター大垣。はい、そして最後、サンシャイン坂田。さあ、はい。というわけで、今日もね、ゲストにお越しいただきましたけれども、今日は何の企画と申しますと、最初のポーズで分かったと思いますけれども、ジョジョ芸人の会。ジョジョ芸人の会でございます。さあもうずっとポーズ、いろいろ出ますね。ジョジョのポーズと、いわゆるジョジョ立ちと言われるポーズですか、これは。もうここ見えますよ。あ、これポーズ撮ってる。何があるかもう分かりますね。え、これ何があるんですか。衛星鉄球が今僕の両手に、両手の中に衛星鉄球が。こう持ったらいいんじゃないですか。いや、もうこう持って、こうみたいな感じ。投げ方でいいんですか。飛ぶんですか、一番関節に痛まる。痛まる。自分を痛めない投げ方する。なるほど、はい。というわけで、皆さん、ジョジョが好きということで。いや、もう、それは、いやいや、そうそう。ジョジョ芸人。うるさい、うるさいのなんだと思います。あ、それちょっとわかんない。それ、これみんなわかるんですか、これ。うん、もちろん。え、これなんですか。これ、ショコタンのものまね。ジョダジョシュショコタンのものまね。元ネタがアメトークから。横の潜在写真あります。調べてくれ。大概、ドドドって。DVD の宣伝の時にね。ドドドって書いてストレート。人の真似を。タイツ履いてるけど。皆さん、ジョジョが好きということで、今日、ジョジョの奇妙な冒険というね。そうそう。スタンド使えはスタンド使えと、光あるから。紹介をしていただきたい。偶然集まった。偶然集まった。ちょっと、配置が。配置大丈夫ですか。大丈夫。ちょっと寄ります。やったらいい。ちょっと変則的なアラキワールドっぽくなってる。アラキワールドっぽくなってる。大丈夫。俺つらい。映りますか。ここ来る。ああ、まあ言うても5人ですから。ここ映るっしょ。さあ、というわけで、
ジョジョの奇妙な冒険、はい、まずそのジョジョの奇妙な冒険っていうのはどういう、ま、いやこれね、先週、はい、信彦さんがいない時に、はい、エヴァンゲリオンやった時に、はい、どえらい空気なんか知らなすぎてそうなの俺たちも知らないなんかやったねそうなんですもっと詳しいやつ呼ぶよっつったなんかたまたまジョジョになりましたねいやそうだねジョジョとかもっと知らんと思うダメじゃん懲りてない懲りてない知っとる人はねこう、はい、ぜひこれ何人ぐらい今見てますツイキャス今5人見てて、ユースト12、あ、結構17か、え、じゃユースト17人、スタンド使いが全部17人集まって、これね、多いですよ。ワッフル共和国を極めようは3人でやってます。うち、身内パソコンがうちが見てたんだよ。そうです、信者が本当にね、気弱すぎるな。心配人中山の親とかじゃないの多分親族だし、理由を持って滅亡しました。共和国して指示はしたね。それはもう崩壊するよ。国王が見合わせてまあ一回アメトークとかでもありましたね。まあそうですね、いろいろ取り上げられてますから、はい、ちなみにそのなんか漫画がどういう漫画みたいなのちょっと説明してもらっていいですか。いやそれはもううちの高橋が、高橋先生が見てこの、いや何このさ、まあ、この脱法ハーブやってる。脱法ハーブやってる。いやおしゃれ DJ やろ。おしゃれ DJ や脱法ハーブ。おしゃれ DJ やろ。おしゃれ DJ やろ。脱法ハーブどういう漫画なの。ジョジョの奇妙な冒険、まあこれね、まあこれが第7部の第7部なんだけど、7部だから普通の、例えばスラムダンクとかだったら、うん、もう桜木花道っていう主人公がいるでしょ、うんうん、あれであいつの物語で終了なわけでしょ、うんうん、ジョジョの奇妙な冒険は違うの、うん、だから今8部やってて、うん、それぞれにこう主人公が全員違うと。そうそうそう、あ、なるほどね。そうそうそう、8人いる主人公が、うん、で、そいつらは全員、まあ全員ではないけども大筋として主人公はこう、同じような血筋、そう、いや親戚、全員、そう、全員親戚、身内人口、そして、全員親戚、敵も、まあ、一人の元凶のもとにこう、その筋で続いていく。へぇ、そうそうそう、だから仲悪い二つの家族の戦い。そうそう、まあ今で言う、ジョンジョンみたいな。ジョンジョンの、高橋家と西澤家の仲悪いやつずっとやる。親もやってる、親もやってる。俺もマジで、だって何部だお前らこれ。俺第4部ぐらいで今ちょっとあの活動休止。いやいや、まだ仲いいやつ。第4部が今佳境。第4部が佳境今。本当の理由も別に言ってもいいと思いますけど。いや本当の理由も言ってもいいけど、今バチバチに殴り合ってるみたいな。西澤が100悪いんだ。まあまあまあ。俺がジョジョが落ちてるから。ジョースター家のね。ジョースター家。なるほどね。主人公のね、ニックネームが。そうそう、第1部がジョナサン・ジョースター、2部がその孫ジョセフ・ジョースター、でそのさらに孫の空城・ジョータロー、で1部2部3部みんなジョジョになって、あだ名がジョジョなわけ。そうそう、ジョルノ・ジョバーナだったり。なんで息子は出てこない、なんで孫なの。なんかね、やっぱその荒木先生が覚醒遺伝に強い思い出がある。そうそう、孫、おじいちゃん子か知らない。おじいちゃん、なんか孫、孫の目線でも一個飛ばしちゃうんだよ。お父さんって結構出てきてないよ。そう、意外と出てこない。ほんとね、軍人らしいけどね。まあ3部の主人公ジョータロの娘は出てくるけど、まあ後々、ね、ああそうそう、3部の主人公の空城ジョータロの娘が第6部の主人公だった。ええー、空城ジョリーン、そうそうそう、と2部の主人公の息子も主人公出てくる。あ、それが4部の、それが4部の主人公、隠し子、隠し子、隠し子。隠し子、隠し子とかもね、そのようなごちゃごちゃしててね、もうすごい、ね、あの、尼崎の事件みたいなことになる。なるほど。ごちゃごちゃ。なるほど。分かった感じ。第3部の、第3部のボスは、ディオっていう、多分、ジョジョの中での敵なら一番有名だと思うんだけど、それは、第1部に、その、ジョナサン・ジョースターとディオが戦うんだけど、で、第3部でディオも死んだと思ったら、もう一回出てくるの。それは、ジョナサン・ジョースターの首から下だけを奪い取って、そう、で、出てくるの。
正直ね、正直ね、そんな説明してたら3日半もっとかかる、ね。まあまあ、こういうのがある話ですよっていう。魅力をね、うん、ちょっとじゃあ言いますか。そうやな。まつりさん、ジョジョはかけらも読んだことないです。あら、まあ、これね、まあ、見たことない人いますから、はいはい、これだけ見てなんか楽しいなと思って見てくれれば幸いですね。そうやな。やっぱね、世界観が独特と言いますかね。あそう、例えばサンシャインのお二人のコントで、人間って素晴らしいものなんだっていうことをテーマにしたコントってある？人間参加ですか？人間参加をテーマにしたお前らコントって作ったことある？いや、とりあえず最近のテーマはポップ。やめて、なんか大衆性。わかりやすい。わかりやすい。あまりにもこびてるよ。ハキハキとセリフ。この4つ、この4つですかね。若手がぶつかる壁みたいな。そこ、荒木先生はその人間参加、人間っていうのは素晴らしいんだっていうのをテーマにした。なるほど、そう。漫画でね。あと肉体的強さより精神力的強さみたいなのを描きたいっていうのがジョジョのテーマ。そう。あとね。あ、もう人間模様そのものみたいな。そう。そうそうそう。もうただの戦うだけがあれなんじゃなくて、それに至るまでの過程的な。そうそうそう、精神力の。そうそうそう。なるほどね。要はカメラメハ打ってぶつかった、グーグーグーこっち行った、バーン食らった、だからこいつが強いとかじゃないのよ。ジョジョは。そうそう。ちょっと、見づらくて敬遠されてるっていう理由が、ちょっと絵に。うん、絵が、ね、あると思うんだけど、ね、確かにね、絵が独特。独特の動きとかは、やっぱミケランジェロ像とかで影響を受けたらしい。昔の。そんなの。やっぱ本当に。あのね、こんな喋ってるでしょ、脇あいあいと、うん。これが、ジョジョの荒木先生っていう人が書いてるんですけど、荒木先生がタッチするともうこんなんで喋る。なるほど、その意見は。こうしたらいいやん。いや、もうほんと。こんな。ずっとこの絵にドドドドドドド。これでいいやん。落ち着かい話すわ。中橋、お前に決まりだべ。今や、あいつは嘘なんですよ。やばい。来週も楽しみにしてやる。ああ、いや、もういいわ、もう。2B コンビ。なくなるから。2B コンビ。もういい、いい、いい、いい。できてもないし。できてもない。なくなるやん、ほんと、荒木さん。いや、ほんと、そういうこと。そういう感じはね。あと、擬音もおかしい。あ、擬音もおかしい。とか。なんだろうね、その普通の漫画でやろうとしないこう 120% を描こうとするみたいな。ああ、なるほど。こう人間のその複雑な人間関係をもう、うん、濃厚に描こうとするみたいな。やっぱ擬音も変わってくるよね。確かに擬音も。ここもこうゴン、ゴンだ、普通に、普通の漫画だと。荒木先生に言わしたらもうズバグーだよね。ズバグ？ズバグ？120% の擬音になるから。メコ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 ダメージメコメコメコキャラクターが取るときにララララバーンとララララバーン何もあるやろそれなんかねみんながねやっぱ熱狂的になる理由の一つにやっぱね本人は大真面目に書いてるけど、うん、笑えるんよあなるほど、ね、その擬音をバキにもバキもブラプラバキってやつも擬音がおかしいもん安藤さん、これバキの話だけど、安藤さんっていう、バキの主人公の友達になるけど、その安藤さんも、なんやろ、まあ、傷を負って消毒するときに火薬で消毒するんやけど、その時に、爆発、腹が爆発するんやけど、その時ののけぞり方も、うわーもっと、頭がかかとにつくぐらい。二次元だよ。エクソシストでしか見たことない。そこら辺がね、やっぱ、いじれるんですよね、笑いに。いじれるのがいっぱいある、ほんとに。でもそれも愛ありきでね。好きな原稿さそこもよく見える。なんて漫画なんだと。そういう見方でも楽しめる。なんか、どこが好きでハマったみたいな。なんかきっかけみたいな、何きっかけやっぱね、その、革命をもたらしたからね、その、格闘漫画というか、バトル漫画っていうのが、その、主人公対敵が殴り合うんじゃないのよ。そいつらに、精神力、そいつらの精神力が強すぎて、もう、なんだろう、もう一人人が出てきたみたいなやつがある。スタンドっていう。スタンド、ああ、そう、スタンド。それ同士が戦うのよ。なるほど。主人公とその敵はもうこんな感じを言って。動かんない。睨み合ってんだけど、その隣でスタンドがもう。これででも食らうけどな、本人。そう。スタンドが興奮してるのに、精神力がビジョン化した、そう。遊戯王みたいなことがあるんや、そんな。
スタンドのパンチがスタンドの顔をバーン打ち抜いたら本人こうやってた本人がうおーギュン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 ボコ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 って感じになってそうだいやいやこう立ったやつがボコボコボコってそれでもそのなんだろうちょっと変化が加わった、ね、バトル漫画にあと戦い方もねなんか普通にただ戦うだけ肉弾戦じゃなくてそれみなんだろうミステリアスな部分っていうかその、うん、なんだろうトリック的なものをすごい戦いの中に取り組んでて、うん、相棒みたいな感じ相棒みたいなサスペンス的なそうそうなんかトリックがあって水谷豊があの紅茶飲めるときに鳴宮君がめっちゃそういうそういう水谷豊はもうそれを感づいてるから紅茶飲みながらもうスタンドでガードしてるガガガガそんな感じよそれは直接指示を出すとかじゃなくもう本当にそう自分の精神、うん、自分の精神がビジョン化して戦ってるみたいなへえそれが俗にスタンド多分、うん、スタンドぐらい結構ジョジョって言えば聞いたことあったのと思うけどなんでその頭脳戦になるかっていうとそのスタンドが殴り合うだけじゃなくて、うん、能力があるわけよそうそうそうそのスタンドにはいろいろ能力が、ね、ただ戦うだけじゃなくて誰が強い殴る蹴った勝った負けたの話じゃないのなるほどね例えば火吐いたり火吐いたりとかあと何でしょう、もう一般人には何も見えてないよ。一般人は。あ、しかもそうだよ。一般人には何も見えてないけど、そのスタンド使い同士は見えちゃう。見えちゃう。いきなりなんか服、火入ってくる初めて服に着火した初めて一人で見えるみたいな感じ。あ、火が燃える。突然燃え出したみたいな。で、いろんな。東京なら誰も見て見ぬふりよ。うん。東京なら。これね、ほんとね、ありすぎて、みんなわからんやな。これは一回なんかないんかな。ちょ30分スタンドとか見てください今。時間あたり。なんで見る待ちじゃないかな。ちょっとね。本当いろんな能力。多分知らない人ばっかりでしょ。なんかちょっとスタンドの写真出せ。あジョジョ立ちっていっぱいあるんですか。ありますありますもっと。まあいわゆるジョジョ立ちっていう感じやもんね。これがジョジョ立ちっていうのじゃなくて。ジョジョ立ち。そうなんですいっぱい。変なね。さっき言ってた。なんか変なポーズ。ちなみにさっきのポーズは。あこれは。これはこう。これは何だろう第4部の主人公東方丈介がちょっと考え事してるんやいや考えれんやろこんなのとそれにそれに迫るキラークイーンそれを見るしげちしげちキャラクターなんすよこの時にゴゴゴゴゴゴ姿勢がピーンと姿勢全然わかんないいやもう今見てる人はしげちしげち今しげち出てますしげち出ましたしげち今出たやつしげちこれ似てると思うめっちゃ似てるななるほどまあこういうねあれなんですいろいろねこれジョジョダチってどういう時にポーズするそう山本とか山本、山本、信号待ちしてるとか信号待ちしてるけどやっぱ、ぼーっとアルタビジョン見ててもなんかしっくりこないでしょ新宿のねしっくりというか、まあそうやっぱそこはもう、こうこう、こう、こう、こう見た方がえ、これ信号待ちのポーズやったいや、違う違うこれはギャングスターになる俺のは決意だから俺には夢が決意をした時のな決意をした時のポーズそれこうとかじゃないやん全然いいや、こうやってネタこうやって考えたからいやいやカフェ、カフェでいいね、いいね、俺こうやって寝てるからねお前、腹縛りやねお前、しげちコーヒー飲むほんとね、嘘やろこういうのがある世界ってことね、ジョジョの元気では今、ちなみに何部今、9、8部か8部まで、そう、なんかそう、名前が変わって8部っていうか、もうだから8と一緒ですよドラゴンボールね、ドラゴンボール8が今やってるみたいな感じ。主人公がどんどん、悟空からご飯5点とか、なるほど。そういうこと。ドラゴンボールじゃ追いつかないね、多分ね。うん。いや、すごい。だってもう、累計で何巻ですか ?100 以上は出てる。100以上は絶対いってる。すごいなぁ。確かに。こないだ100巻になったもん。こないだ100巻。90だから100まで。だからもう、8連載いつなの初めて連載したのが
80… 今年で25周年。25周年あそうだ、ジョジョ店とかも。ためですわ、ジョジョ。うわ、ほんとジョジョ周年。周年。うわ、2個したよ。ちなみに僕の弟を、望むって言うんですけど、親戚からノジョって言われてますから。おマジでジョジョの奇妙な冒険のあれ。影響で。ノジョノジョって言われてます。そういうところもやっぱ出てんだよ。バーテンをやっています。あ、やっぱジョ、いやいや、決意した、決意した。何の決意？俺、うちのノジョは。ノジョは。ノジョはやっていいよ、これ。俺はバーテンで。ジョジョはやっていいって。よってやっていいよってさ。やっぱおしゃれな仕事作んない、ジョジョに関係して。やっぱそうだね。そうだね。おしゃれやっぱジョジョは。やっぱあれなんだろうね。スタンド好き。なんかこの人、多分ジョジョ好きやなみたいな分かるとかあるの？あーでもなんか確かに。基本的に、写真撮るよーっつってカメラ向けて、なんか特徴あるポーズしたら、立とうとしてる。あと、立とうとしてるから。あと、気をつけの姿勢がいいやつね。お前も。それ一本でいくか。これ今日一本これでいこうかな。チャックじゃなくて、ジッパー。ああ、あ、そうだ。これはね、スティッキーフィンガーズっていうスタンドが、物ぶん殴るでしょ。バーンってぶん殴ると、ここにジッパーをつけれるっていう。そう、そういう意味がある。もう何でもチャックに開いちゃう。いや、だから、この、お前チャックって言っちゃうの。ジッパーあげるじゃん。サガタは何も感じてないけど、この中にこうやって本とか収納できちゃうから。無限空間になる。え、でも感じんには何も。感じない。例えば届かんや、パンチ。まあこれ波紋にも使えるやん。ここにジッパーくるすら、おろろろちょっと。で、さらにここがジッパーつく。で、口の中に指入れたりとかできる。え、気持ち悪い。もう、普通の、もう U ネックの T シャツやん。バン。ここジッパーつくから。もう一人には見えないけどね。一人には見えないやん。自己満足やつ。逆にくっつけることもできるから。手首切れちゃっても、これくっつけたりできる、逆に。そう、主人公の、まあ、もう、なんやろ、ライバルじゃない、もう一番の仲間なんて、ベジータ的存在なの。クリリンか、クリリン的存在わけ、悟空で。ブチャラティがね。そうそうそう。その時、まあ、中学の時、俺は、まあ、男子はわかると思うんですけど、おしっこするときに、僕、ブチャラティーって。あー、やっとった。やっとった、僕、ブチャラティー。ブチャラティー。そのね、それ協力しようよ。そういうコネタもある。なるほど、確かに。これ友達とじゃれ合う冗談で、そうそうそう。徐々あるある言うみたいな。スティッキーフィンガー。スティッキーフィンガーちゃんと。なるほどね。俺はそうだった。スティッキーフィンガーって最近言って下げたりはして。すごい似たような。誰に言うでもなし。そうそうそう。あと目覚まし時計が壊れたら、これ、家教員の仕業だな。家教員壊すっていうキャラが。家教員っていう。時計を壊すっていう。ちょっといっぱいあるな。出てくるもんやね。ってね、すごいな。もう。数で言ったらもう。今ね、111度かな。あ、そんな出てくる？めちゃめちゃある。それも3の種類。1人1体。もうだから精神力が強ければ1人。あのね、1人1体のパターンと、1人で70ぐらいのやつもいる。え？っていうのが、ちっちゃいのが。もうさっきやってた。そう、しげち。しげちのハーベストっていう、なんかもうちっかい丸いのが、うじゃ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 。しげち絶対弱いやん。強い強い強い、しげち。しげち、そのちっちゃいのを有効活用すんなよ。そのちっちゃいのがこんな巨体のしげちを運ぶんだから。それこそ、この状態で、ビルをこう登ってくから、こう。あれがバットを運ぶかのように。そうそうそう。餌運んでんだよ。え？そういう感じで使うのよ。ちっちゃいやつが、もう、無限にバーっていろんなところに散らばって、スーパーのポイントシール集める。そう、宝くじ。宝くじ拾ってきて、それで200万だっけ？そう、最終的に500万円の券みたいな。うわ、ジョジョは人生のバイブルくらい好きで。うわ、うわ、うわ、押した。そういう。初じゃん。MR9 先週のエヴァもね、ほんとね、一人、エヴァ好きの子がおったから、もうその人に向けて。その人に向けて。ただ、チビリスさん、少しはわかります。じゃあ、チビリスさん。ああ、なるほど。チビリスさんにだっては、ブラヤスも好きやってたけど、ただのギオン好きやと。ちょっと、変わったギオン好きやみたいなね。すごいな、チビリスさん。うわ、でもこの MRQP さん、ジョジョと、ジョジョバイブルって。バイブル。いや、これね、そういう人多いんだけど。スタンド説明すると、主人公のスタンドね。主人公のスタンドだけ言うわ。3部の一番有名なやつは、まあ、スタープラチナっていうやつ、ジョータロウのやつは、なんて言っていいんかな、これ。人より、どの、ものすごく正確で素早い動きができる。そうそう。めちゃくちゃ、マシンガン、ゴムゴムのガトリングをするんだけど、この距離で。近距離がめっちゃ強いのね。その敵の、ディオ。最後のディオのスタンドはザ・ワールドつって、まあ、時を止めれるんやけど。
最強何秒9秒9秒ぐらい9秒時間止める。だからもうこれ最強最強や。ただなぜかそのジョータロのスタープラチナだけ2秒だけ動けるんやったっけ。2秒だけなぜか戦ってる間にスタープラチナも時を止める能力を身につけちゃった。ディオと戦う。さっき言ったでしょ、精神のビジョンだと、うん、成長する成長する、そうそうそう、成長するの。じゃあもう能力1個だけとは限らんってこと。そうそうそう、まあまあ第4部、まあ、基本的には1個なんだけどね。第4部に広瀬光一くんっていう、うん、もうむちゃくちゃ冴えないクソガキがいる。そうそうそう、最初はな、うん、もうスタンド能力身につけた挙句髪の毛マスター立つしスーパーサイヤ人できる。ご飯も変わる。スタンドデビュー、スタンドデビュースタンドデビューだから、スタンドデビュー、ちょっとだけ垢抜ける。ちょっと性格を変えるすぐ彼女できるし、ね、その子はね、2回進化するからね。そう、3進化3、まあ言ったら一番最初卵だしね。そう、まあ、最初え、スタンドボンってさ、卵がでかいとこボーンって出てきて、なんでこの卵なんもできない最初は。あの、パカパカって割れてパキーンっつって1個目のスタンドがガチャポンみたいな出てきて、なにこれ、哺乳類な、そのスタンドは。セルの幼虫みたいなやつ。そうそう、で、まあそいつはそういう感じで出てきた。なるほどね。で、要はそのいろいろ種類があるの。まあ時止めるっていうのもあったし、うんうん、素早く正確で力強い動きができるとか、うんうん、殴ったものを元通りにするっていう、はいはい、例えば割れちゃったお皿を、うん、そのスタンドがバンって殴ると、うん、スッて戻るみたいな、そういうスタンドもいるし、いやそう、もうめちゃめちゃある。正直スタンドの種類に関しては、うん、ジッパー、ね、超能力みたいな、超能力です。形のないやつもいるしね。そうだね。なるほど。じゃあ、その、いろいろあるスタンドの中で、うん、一番自分が思う最強のスタンド。お前、話聞いてた、はい、あれそんな、そんな怒ります？話聞いてた。いや、いろいろあるのは聞いてる。だけど、その中で一番こう強いみたいなスタンドあるだろ。要は頭脳戦なんだって。頭脳戦。え、これなんで今このタイミングで渡されたの？これ何これ、これ何これ何、今からあの発表会で。発表会で。はい、ってこと。最強のスタンドでしょ？いろいろ、なんか場面があるならあれやけど。最強のスタンドだわけでしょ、うん、最強スタンド？これ、最強のスタンドはやっぱ最強の人ってことだ、それが。いや、だからその人の、その面白いところで、スタンドの能力が強ければ必ずしも強いってわけじゃない。その使う能力者のあれもあって、その強い、スタンド強くても能力者がヘボかったら弱かったりとか。そう。そういうやつもいる。そういうのもある。スタンド死んだら自分も死ぬ。スタンド死んだら自分も死ぬ。自分の。え、じゃあ、戦わん方がいいよ、絶対。そう、そういうやつもいる。いや、料理人してるやつ。そうそう、戦わないと。そうそう。そういうスタンドもいる。鬼を取らさるってやつは、あの、その料理食うやん。で、死ぬと思う。だってもう、スタンド能力の。もう、ポカポカ食った瞬間、ポカポカなって、体の悪いとこ治る。めっちゃいいやん。めっちゃいい効果が。ただただ美味しい料理を提供するってスタンド。お客さんの笑顔が見たい。ポニオさん。専門的に生かす人もいる。ごく稀ね。もうほとんど。でもほとんどはね、戦う。でも4部にもいるよね。あの、エステティシャンっていうやついる。あ、いるいる。ちょっと引きかけや、お前。言いたいのは分かるね。そう、最強のスタンド。最強のスタンド、うん、そう。でもスタンド、その射程距離みたいなのが、そのスタンドによっていろいろあって。さっき言って、近距離とか。近距離強いとか。そうそうそう。で、遠距離から戦うやつもいるけど、それはちょっとパワーが弱かったりとか。そう、さっき言ったスタープラチナは、自分から2メーターぐらいしか離れらんないの。そうそうそう。もうそれ以上いけない。あ、そうなの？でも、もっと遠くまで、ずーっと遠くまで行けるやつもいるし。あと、勝手に行動するっていうやつも。自由に勝手に動いちゃう。そうそうそう。スタンドが？スタンドが。その能力者は知らぬ間に人殺しちゃったりとか。そう。怖いよ。え、そいつがやられたら死ぬんやろ。そいつやられたら死ぬけど、そうそう。やられたら死ぬけど、ほったらかしにして、殺戮を繰り返すみたいな。あえてほったらかすみたいなパターンもあるしっていう。なるほどね。その中で最強は誰っていう。ルンバみたいなもん。ルンバみたいな。じゃあ、露骨にちょっと最強、いや、ちょ、もう、やつ、やってや。ちょっと俺トリッキーやから。あ、もう、じゃあ、露骨に。じゃあ、俺ちょっと。あ、露骨に、露骨なやつだ。あ、違う違う、いいよ、違う、この中で選ぶ。書いたやつで。あ、待った。どうしよう。二つあんだよな。まあ、じゃあまず、ちょっと。じゃあ、高橋いく？あ、ですね。じゃあ、いきます。あら、ランチュー。ランチューさん。欲しいのはハーベスト。ハーベストは、ランチューさんは多分、マジで詳しい。いや、これはマジで詳しい。これ、効果だ。確かに、ハーベスト便利だね。こう、何百回。ハーベスト、だって、さっき、あれじゃん、あのポイントシールって言ったじゃん。あれをただ、ね、自販機の下の10円、20円にして、それをかける1000とか集めてみ？もう働く必要ないからね。
もう落ちてる、防戦に自分の利益のためにそれをしよう。そうそう。ただ100位以下だけど、絶対。まあでも、ぶっちゃけ、交番って、ザワールドで全部解決するから。本当にそう。そうだね。ただ、そのポケモンで言ったら、ミュウツー最強っていう談義をしに来たわけじゃないよ。そうそうそう。確かに、ね、違う違う。だから、ちょっと、はい、じゃあ、そうなんだけど、高橋。はい。僕が推したいのは、パープルヘイズです。出た。毒人間。毒人間書いてますよ、毒人間。まあこんなん、俺がただ今、名付けたんだけど。仮面ライダー見えるの。麦人間に見える。毒人間。ビール工場の人に。ビール男や。キリンの人。仮面ライダーに書いてない。毒人間。パープルヘイズ。怪人。こいつはね、毒人間。こいつはね、めっちゃ動き遅いの。遅い。人型なんだけど。めっちゃ動き遅いし、超バカなの、そのスタンド自体は。ずーっとよだれ倒してるの。そうそうそう。で、もうなんかこう、攻撃も、みたいな感じなの。こんな遅いやつが、どこが最強なんだよって思うじゃん。ちょっとこの拳のここに、カプセルが、なんか丸いカプセルが、4つぐらいついてる。この中には、とんでもない毒が、毒ガスが入ってるの。ガス？うん。で、こう、うーっつって、この辺ガスって当たるじゃん。だからカプセルが割れる。毒ガスがふわーって出てくる。もうこれ吸ったら体中溶けて死ぬっていう。吸った人間が。そうそうそう。これ30秒です。30秒で死ぬ。飛ぶ鳥落とせる、本当に。そう。飛んでるカラスが、うえっつって落ちる。かわいそう。ボタボタ。何も知らんカラスが。猛毒やわ。猛毒。綾部さんが今主演でポイズンってやったら、あれ24時間もかかる。あんな全然。そんな。全然。30秒。24時間かかるよ。30秒。出しとる。比べてもいいから。そう、出しとる方はもう関係ないから何もしてないから、ね、それはちなみにだなんていうキャラなんですか。パンナコッタフーゴっていう。そうそうそう。まあこれは第5部なんだよ。第5部のパンナコッタフーゴ。フーゴイタリア舞台、まあ、第5部の舞台はイタリアなんだけど、なるほど、ね、主人公たちみんなギャングなわけよ。おーおーおお。ギャング、ギャング団やからね。そう、設定が。なるほど、ね、無法をする人間たちよ。だからやっぱちょっと凶悪な能力をみんなそれぞれ身につけてる。このパープルヘイズの最強毒人間。まあ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 強いです。これはまあ攻撃力で言ったら強いです。なるほどね。でも、これは結局死んだ。こいつはね、だから噂によると強すぎるっていうジャンプ編集部が。あ、そう。こいつちょっと強すぎる、ちょっともう出せないと。じゃあ全部終わっちゃう。こいつ最強や、本当に。途中で抜けちゃう。ほんで一切出てる。もうだけ、やられもせず、そんなの。そう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 。主人公のグループに属してたんだけど、裏切るっていう。そう、そのギャング団を、ね、裏切るか裏切らないかお前ら選べっつって、うん、このパンナコッタフーゴをちょっといいっすわっつって俺はちょっとついていけないついていけないって言って、強いのにその主人公グループがギャングのボスに歯向かうって時にその俺はちょっと怖いから抜けるって言って、だって先生から離脱しても一切出てこなくなる。それ殺されるもん。一回しか戦わない、ギャングの団長に。こいつあったら最強やん、パワフル。だから、もう、強すぎるっつって。なるほどね。このやつだって、ジッパー使うやつが強いんやから。ぶちゃなって。確かに確かに。ジッパー使うやつがリーダーだから。そうそう、そいつがリーダーの、さっき言った。ジッパー強い。なんか、要はあれよ、もう、ワンピースが、ゴムが一番強いんだよ。でも結構強いよ。そうやな。確かに確かに。なるほど。ゴムゴムの実、もうすぐ死ぬ。ドンクリークですよ。FH 強いんやけどな。強い方や、要は。あ、じゃあ次、どっち行く？行きます。じゃあ、そっちの方がいいな。じゃあ俺、ちょっと、俺ガチで、本当にもう、一番強いと思うんですけど、これ第6部の、6部だ。今度、ストーンオーシャンっていう、アメリカの、刑務所。刑務所での話が出てくる。ウェザーリポートっていう、スタンド。お天気お姉さん。そうそう、お天気お姉さん。お天気、だからもう、正解正解。正解、正解。正解、正解。やった。能力が、天気を操るスタンド。ナミみたいな。さっきからワンピースで言ってた。わかりやすい。わかりやすい、そのナミだ。ナミだよ。でもそれあれだよ。その、大きい天気とかじゃなくて、ここだけ雨降らせるとか、そういうのもできる。いやもう全体的に、なんでも、なんでもあり、ほんとに。氷とか。氷とかも雨とかも。それこそ、なんか、過去に起こった気象現象だと何でも起こせて、え？昔なんかその台風が起きた時に、毒ガエルが、これ実際にあったらしいんだけど、なんかその、台風かなんかの巻き上げられて、それが降ってくるみたいな現象が、ああ、なるほどね。違うとかで飛ばされて、っていうことがあったのを、それも起こせるの。いきなり、毒ガエル降ってくる。いきなり毒ガエル降らすこともできる。でも、なんだこれはっつったらもう、アフリカとかにいる毒ガエルが、うわーいるみたいな。
え、じゃあ毒使えるやん、こいつ。こいつも毒使える。だから、これドンクリークです。ちょっと、カテゴリーが少なすぎる、ね、それこそ、気圧をもう思いっきり上げるとかもできるから。あ、なるほどね。もう、一瞬、ほんと、瞬殺、キュンってやつよ、キュンって。パンってパンとパンってできる。最強や。最強。最強。うわ、戦ってほしいな、ほんと。ただこいつも30秒で死ぬからね、この毒。そうやな。吸ったら、吸わせたら勝ちよ。距離を稼ぐ。ぶっちゃけね。じゃあ、先行こうか、俺。行く？俺も、結構強いから。あ、じゃあいいよ、じゃあ。トト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 ト。クラフトワーク。いやいやいや、もったいない、もったいないけど、こんな感じです、自体は。クラフトワーク。クラフトワーク。クラフトワーク。サーレっていう、本戦に名前もちゃんと紹介されないやつも存在。そう。これも五部のギャングだ。ギャングだ。敵側、敵側。なるほどね。物体を空間に固定する。え、どういうこと？もう名前がいいやん。それちょっと覚えてないな。グレードミスターか。これ銃を使うやつが。クラフトワーク。クラフトワーク。表情もいいよ。どんなやつ？銃でこう来るやん。じゃあもう、これが銃弾だとしよう。これが銃弾だとしよう。バーン！ふって触る。触ったら。わー止まりよ。ここに固定されんな。まずバーンって。ワーゴンになってるよ。あ、なるほど。でも、ここに当たったら、チューチュー高速で回って、アブスーとかね。まあ、そうです、そうです。この、なんかわかる。この、銃弾止まってるやん。トン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 で一回一回は圧力小さいでしょ。このトントンがだんだんこのエネルギーが蓄積されてくるの。なるほど。あ、フラグ解除しました。ビューン、怖っ。ビューンですよ。もう、全部止めたらいい。え、時止めるのと一緒や。いや、違う、まあ、それは飛んできたものを。触ったものしか、もう止めるっていう固定する。うん、だから。あ、なるほどね。こいつ、クラフトワーク食らってる時もあるしね。ここで止まったらいい。痛い。死にねえ。めっちゃ痛いです。ずーっと痛い。柔軟がバーンつって、いってえなっつって、こうやって。自分が移動するってこと。それできる。弾丸はここに固定したら自分はでも止めれるから、結局。なるほどね。これもう一個あったら。え、だってこれ無制限やろ、じゃん、時間は。そう。まあ無制限。自分が解除っていうまで。いや、こいつの方が強い。いやいや、まあぶっちゃけ。でも触ったら物体だから。反撃に時間がかかる。反撃にはかかるけど。防御さえ。結局でもね、みんなは、物体へのダメージなの。物体への。うん。物理的攻撃っていうのを凌駕するやつある。ほんと。これ、オシリス神っていうね。第3部で、これがなんかスタンドねみたいになってる。これスタンドねでもなんでもないんやけど、第3部で主人公のおじいちゃんのジョセフがね、これ名前が、もう名前忘れたんやけど、ダービー。ダービー、ダービーが使う技で、これ見てください、これ。かけよう、私の魂を。グッド！あ、グッド。あ、もうお前、やばいお前。あ、やばいやばい。ギャンブルで勝たないと思う。死ぬ死ぬ。今の生活と大して変わんない。ちょっと、じゃんけんしよう。ギャンブルで勝たない。最初はグー、じゃんけん。ギューイン。もう、コインが取れない。わーっ！ギャンブラー。でも、これも死ぬ、死ぬ。ギャンブラーで、ギャンブルして負けたら魂奪われる。チップにやろ、こんな。コイン。ギャンブルに。え、じゃあ、こっちのメリットは？その、この賭けに勝ったらなんとか。こいつがやられる。したら俺が負ける。だからこれを、麻雀のにジャンキー桜井さんがこれ持っとったら、最強。赤いとかね。インスタントジョンソンのジャイさんが使ったこと。これすらじゃ負けられたらこうなるから。いや、こんなチップになる。ジューンって。どんな場面も大事にしてるから。しかもね、ギャンブルも、この時も、ほんとチャチーよ。コップにひたひたの水を。表面張力、こぼれてもちょっと丸みを帯びる。俺はそれで表面張力をした。漫画でバイブル、バイブル、バイブル。勉強にもなる。コインをずっと1枚ずつ入れて、ジョセフは座れたんやけど、これ雨の日に、雨の日の昼休み、中学生がやるような命かけてやってる。命かけでやってる。本気でやってる。でもね、これ本当に命かけだから、コップを微妙に片付け、聞けよお前。コップを微妙に傾けてこぼれやすくしたりとか、めっちゃあれダメよ。イカ様をすんの。いや、ていうか、優れたギャンブラーはみんなイカ様しょるから、バレんように。まあそうや、バレなきゃイカ様。コインを1より2枚入れたりとか。見てください、これ全部イカ様してるから、みんな。あれ、俺これ幕張っていう、ちょうどその時期にジャンプであったんやけど、少年ジャンプで北谷さん最強の武将、これも見てほしいんだけど、幕張の漫画で、
奈良っていうね、キャラクターがいる、キラみたいなのも徐々におるから奈良っていうやつの主人公がおしっこを漏らし、あのデートのシーンで好きな子ね、で、デート中にトイレに行くのはなんかやっぱ失礼やと思って、おしっこ我慢するときにずっとあのこの映画でジョセフの絵と一緒に、はぁ、こぼれちゃう、こぼれちゃうみたいなシーンがあるわけ。おしっここぼれないなぁ、ちゅうのを小学校に見てからやっぱずっと俺も、おしっこ漏れそうになったら、ジョセフの絵と、こぼれちゃう、こぼれちゃう。いつ恋にされてるのずっとそういう絵が浮かぶんで。ちなみにこれこぼさなくても、ダメだ、負けだって思ったらもう恋になる。そうだ、精神力的に負けを認めたら負ける。そこも精神なのよ。負けを認めるなら教育。こいつはこんなことする。足止め。足止め。旅のディオっていうボスを倒すため。サンブはね、日本からスタートして、うん、ディオっていうラスボスがいるエジプトまで、うん、カイロまで。こう、一発で行こうとするの、最初。うん、けど、邪魔すんの、ディオの手下が。飛行機乗りました、ね、飛行機乗ったらもうすぐ墜落する。川を上でね。で、船が、あの助けて、ああ大丈夫かーっつって拾って、うん、あーごめん拾ってくれーっつって拾ったら、もうこれが敵よ、ダブルの船が。あー敵しかおらん。そう、そうやって足止めをするようとするの、ディオまでたどり着けないよ、ね、じゃないとすぐラスボスまで行っちゃうから。そうそうそう、これその話聞いたとこれチャチすぎるやろ、だから足止めやろ。こいつもう最後の方だからね、しかももうあの南アフリカ大陸に砂漠地帯よ、もうだって誰も信じてない状態で来てるわけやろ。そう、 そうそうそう。もうすっげえ疑う。だから、あの、喫茶店入ってコーヒー、あ、やっぱやめて、あの、瓶のコーラにしてっていう。誰も何も細工できないような。でも、スタンド自体何でもできないけど。意味ないもん、そういうのも。いや、でも、こいつを殺したら、その人質になって、もう恋になってる仲間も死んじゃうから。え？だから、こいつを倒すのに、もうギャンブルで勝たないと、人質の仲間を取り返すみたいな。うわぁ。だけど、自分のね、あれに、性格に合ったスタンドやもん。そう、結局。最終的にこの、うん、コインにされてくるのよ、仲間がどんどん。で、次、最後だと。で、俺ちょっと、何人か残ってたんだけど、俺ちょっと、そういうギャンブルとか苦手なんだっていうやつもいたの。だから、そいつらの分、全部コインかけて、その、お前がコインにしちゃった仲間たちも、人質たちを返せと。全部返せと。いや、甘いな、こっちには1枚多いぞと。それでも足りないぞ、どうするんだって言ったら、最後、主人公が、俺の母親の命を返す。日本でね、そうやろ、日本でね、勝手に死ぬ。病に伏してる母親の魂をね、そこにいたら、勝手に、母親をね、ただの中毒者だ。そうという、あれやから、病気を助けるし。自分が死んだら結局一緒やと。そうそうそう。なるほどね。いっそかけてしまえと。で、そこで勝つんだ。勝つんだ。その丈太郎が、その主人公が、そこまでかけて精神的に、敵を追い込んで、相手ミスを誘うみたいな。そう。結局やったのはあれですよ。野球ゲームですよ。野球、テレビの野球ゲーム。最終的に。真剣に、うん、野球ゲーム。真剣に。真剣にゲームするから何回かあるから。なんかね、ほんと、ギャグ入れとんの、真剣に。なんかね、あ、なるほど、笑う、ちょっと笑っていいか笑えるんか、狙っとんのかっていう。真剣にその前は、あの、レースゲームしてる。そうですね。大丈夫かね、真剣にじゃんけんね。そう。ああ、じゃんけんこそね。じゃんけん。じゃあ、逆に、じゃ今最強聞いたけど、うん、じゃ最弱、これ何なんみたいな。あ、じゃあもういい。俺もう最弱出して、もうこれ以上弱いやつおらんけど、ドラゴンズドリームってやつ。ドラゴンズドリーム。これ第6部か。第6部。すげえやぼやぼのおじいちゃんが使うスタンド。あのね、スタンド出せよ。吉凶の、方角ってあの風水、いい方角、いい方角と悪い方角教えてくれる占い師やろ。いやだ、テレビ出て占いできる人と一緒。一般に、こっちにいい方向ですねっていうのだけ。相手のその位置が見えるから、うん、例えば相手の頭上にそのスタンドが出てくる、うん、で、こんな、なんか、なんだろう、ここ、こういう羅針盤みたいなスタンドなの。分かる。あー、なるほどね。で、こっちの方向から攻撃したら、絶対食らうからっつって教えてくれんの。あ、自分もそうですね。教えてくれる。じいちゃん、ここ攻撃した方がいい。あいつね、こっち方向から攻撃するとね、絶対食らうからっつって、普通は教えてくれる。ここに攻撃するんだけど、ここだけ。ここがいいよ。いってらっしゃい。個人の力が強くなる。はい、いってらっしゃいっつって。背中を押してくれるスタンドって。俺みたいなのもらっても、
そっか。そっか。ようやらん、ようやらん。なるほどね。ウスキボーイラン、イランスタン。ケニー G は。ケニー G は。これね、ランチューさんがケニー G って。あ、抜け作？ケニー G、そうじゃない？俺今書こうとしてた。抜け作っていうスタンド使いがいて。こっちもうね、バカにさ、あだ名なんだけど、抜け作。あれがケニー G。そうそう。これよ、4部。これ第3部。3部、3部。ディオの、ほんと手前さ最後のボスの前にいる敵。ラスボスの1個前にいる。めっちゃ強いはずだやん、そんな。ラスボス1個前にいるスタンド使い。超弱えの、こいつ。超弱え。どんな能力かっていうと、自分の後頭部に人間の変、顔が出てくるっていう。変装できるっていう。変装できるんだけど、ただそれが後頭部に出てくるだけで、裏向いたらもう自分の顔がある。だから、ただ俺が、信清に変身するっつって、スタンド能力を、発生する。うわ、やばい、やめろ変身するっつったけど、後ろくるって見て俺の顔が来てる。あ、おかきって言う。ただの宴会部長やから。そうそうそう。一番楽しませたよ、ボスを。ただの足のままみたいな感じ。で、二面だけや。二面だけ、後ろと前だけや。ただそれだけ。でも最終的に、主人公一味にやられるんじゃなくて、そう、使えてたディオにやられる。ディオにやられる。お前使えやつ。これ今ね、調べたんやけど、この詳しいジョジョのやつで。このケニー G、やっぱ破壊力最低の E やね。スピードも E。全部 E。持久力 A。あと全部 E。持久力はね、持久力ある。これパワープラットは俺消すわ、すぐ。すぐ消します。サクセス。書くのはスタートする前に。ドラゴンズドリームはね、第6部。6部。6部。ストーンシュ。6部か。6部にはね、出てくるんだよ。スタンドの抜け作、中にいたのは俺だった。そうそうそう。あ、そうそうそう。なんかね、ディオね、さっき時止めに言ってたでしょ。ちょっとね、その時止めんのを使ってね、おしゃれなことするんだよ。茶目っ気あることするんだよ。その抜け作も、ディオはね、この棺桶の中、この石の重たい棺桶をこう、蓋ずらしたら、そこにディオがいるっていう。クロタロたちに抜け作る。お前案内しろと、ディオがどこにいるのか。で、ディオ様、ここにおりますみたいな。この棺桶の中ですって、もう全部チクんの。なるほどね。やられて。いや、お前あげろ。つって、自分っすかつって、抜け作が。いや、じゃあしょうがねえ。つって、開けて、ガーって開けたら、次の駒に移ってるのは、その棺桶の中に、その蓋を開けたはずの抜け作がこう、輪切りにされた状態でいるっていう。っていうのは、開けた瞬間にディオが時止めて抜け作を輪切りにして俺の代わりにスッて入れてでディオ遠くからその様子を見守るっていうで、で出た言葉が俺が中にいたのは棺桶の中にいたのは俺がつってそのまま死んじゃういや喋れば一応輪切りになる輪切りされてんの最後のセリフであとねディオはね、その直前にもね、もう一人、ポルナレフっていうキャラが、階段の上にディオがいるのを見つけて、見つけたぜっつって、なんかもうこうしてんだよ、ディオ。で、階段の下にポルナレフが、ディオ、やっと見つけたぜ、ディオみたいな。で、もう貴様は恐怖のあまり、こちらに近づいてくることはできないと。どうやっても後ずさりしてしまうだろうっつって。でも覚悟決めてっから。いや、そんなことはない、ポルナレフは。で、階段登るわけ、ポルナレフ。登ったけど、気がついたら、降りて。あれ？でも、またそんなことないです。登るんだけど、降りてん。え？だからこれ。このポルナルフが恐怖してるというのか。なるほどね、自分で。これ、降りなくもってなるんだよ。で、そのトリックは、登った時に多分ディオがタタタって降りてって、ポルナルフを一個下ろして、タタタタまた戻って、こうやってやってるっていう。これめんどくさい。めちゃくちゃ人力。そこは。ザ・ワールド、時は止まるって。その間、9秒間なんやろ。そう、9秒間。ディオさん、こんなぜいぜい言ってるかもしれない。最弱、やっぱ決勝決定やわ。ドラゴンズドリーム。あのね、パラメータ今から発表します。はい。破壊力、なし。攻撃しないから。スピード、なし。射程距離、なし。持続力だけ、A。あと、精密動作性、なし。成長性、なし。なしってなし。やっぱね、弱いやつの特徴はね、持続力だけね。長く使え。これだけ長い。エネルギー使うわけな。やばいな。めっちゃ弱いわ。そうだよ。なんかスタンドが一人歩きしてるみたいなパターンもあるんだよね。そうそうそう。なるほどね。能力者を。意思をね。能力者で抑えきれない。これちょっと延々やっとるな。延々。ちょっと、オリジナルスタンドをね。うんうん。
あるんですよ。やっぱ僕らも、それ考えたね。ジョジョが好きやから。スタンドあったらいいなち、やっぱ誰しもが考えるから。あるね。なんか、ぽい名前みたいなのもあるんや。なんか、そういう。なんかね、荒木さんはね、最初タトゥーのカードから。さっき言ったザ・ワールドとか。タロットも。あ、タトゥーじゃん。タトゥーのカード。タトゥーのカード。タロットカード。タロットカードから、一枚一枚取ってた。なるほどね。最初。でも、次からね、アーティスト。例えば。洋楽のアーティスト。クラッシュとか。洋楽の曲名とか。ローリング・ストーンズとか。そう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 。キラー。そういう。そうそう、クイーンとか。いろいろね、セックス・ピストルズとか。そうそうそう。ございます、ございます。これ絵描くんじゃないの？いやいやでもいい、なんかその絵まで浮かんどるなら全然。そうだ、洋楽のアーティストとかね、なんかその名前とかその能力とかもね、まあ俗に言う、ここから大喜利ですよ。いや、まあ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 スタンド大喜利ですよ。わかりやすい、もう言います、言っちゃうか。そうです。あと僕だから、知らない人も入ってきてください。普通に楽しめますからね。あと僕、ランチュンさん、ランチュンさんも大喜利してください、よかったら。こんな大喜利地味てきたね。これもスイッチ入ってますね。あ、入ってきました。荒木さんって仙台出身で、その仙台の地名とかも結構主人公の名前とかに。そうそう。なるほどね。広瀬。歌教員とかって先で言ったの。広瀬とか。じゃあ、誰か。じゃあ僕行きますか。最初。じゃあ、はい。じゃあ、坂田さん。僕の。はい。オリジナルスタンドください。全然、トップオブザワールド。カーペンターズ。カーペンターズ。その名の通り、カーペンターズ。うわ、カーペンターズ。これ、まさにトップオブザワールドっていう有名な曲あるじゃないですか、まあ、それが流れ出すんですけど、僕がトップオブザワールドっつったカフェのトップオブザワールドが流れたら、未成年の主張みたいな空気になって、自分の弱点を言ってしまう。あー、言わされちゃう。あ、なるほど。やばいやばい、負けるな。というドラゴンズドリームみたいに弱点を強い。強い。仲間に一人おったらめっちゃいい。あ、なるほどね。ザワールドとか流れる意味はないやろ、別に音楽。ちょっといい気持ちになる。そうそうそう。こういういろんなことができます。なるほどね。スタンダーもいろいろできる。じゃあ、じゃあ俺、その、アーティスト名がザ・ビートルズ。ビートルズって言ったらリンゴってことか。ビートルズ。ザ・ビートルズ。卑猥ですね。そうそう、卑猥ですね。能力は能力、リンゴの口から甘い香りが出て、もうみんなエロい気持ちになる。欲しい欲しい。で、最終的にラブ&ピースだぜっていう。ああっていう、おのよこ、おのよこ探しちゃう、おのよこ探しちゃう。おのよこのスタンドやん、これ。おのよこが出てたから。そうそうそう。ただエロくさせるんや。エロい空気にして、この空気、この隙間から出てくる。持続性は持続性。持続性 S。めっちゃいい。ずっと友達に欲しいな。自分が持つとちょっと言われそうだけど。使い手次第かな。お前気持ち悪いな、お前のスタンドって言われちゃう。言いたくないな。スタンドでいじめられるわ。失礼やな、ビートルズに。ラバンドピース。ラバンドピース。はい、じゃあ、はい、じゃあ、高橋。オリジナルサブ弾いてください。僕のオリジナルサブ。爆風スランプ。絵までちゃんとあるやん。これね、マントから手生えたみたいな状態なんだよ。ありそう。ありそう。あのね、こう、敵のね、敵の背後に回って、なるほどね。こう手で、こう、覆います。ああ、すると、すんごい向かい風が吹いてきます。この掴まれた瞬間から。そっからもう一歩も動けない。爆風による。爆風による。やめてやめて、スランプでもう。もう爆風スランプだ。やめて。まさにこれが爆風スランプ。一歩も動けない。っていうスタンド。あと、歌のタイトルとかもスタンド名になるから、ゆずの友達呼び。友達の歌どんな能力それ。こう、携帯電話持ってるよ。持ってるやつにスタンドでバーン殴ったらアドレス交換できる。バンプ、バンプ、バンプ。ちょっと荒々しい友達の作り方や。ただこっちは交換してても言ってないし。あ、なるほど。アドレスだけ勝手に行くね。勝手に行く。向こう次第じゃん、メール来るから。これあれだ、意外と相手を殺しちゃうスタンドとか考えないんだ。やっぱそれはな、悲しいし、どう死んだりしたら。ラバンドピース。ラバンドピース。ラバンドピース。本当。精神に、実用的なのが実用的なものがいいよね。ほんと、実用的なのいくらでもできるやん、それ。これ、はい。はい。どうも、オリジナルスタンド教えてください。はい、これ僕のオリジナルスタンド。ジョン・レンカ。
これハートがいっぱいやん。さ、老夫婦で先におじいちゃんが旦那さんが行ったと行く場合、おばあちゃんたちはやっぱ元気じゃないですか、うん、よくなんか一人でも旅行行くけど、うん、やっぱ先に奥さんが行った方のおじいさんちやっぱこ結構す早めになんか早めにね、うん、後行くように心やむ人が多いんで、うん、そういうおじいちゃんのためにこう順面活してめちゃくちゃ奥さんと仲良かった頃をずーっと演じる熟年離婚も避けるずーっともう今を生きるじゃなくて過去に生きるデメリットは家族がねやっぱ困るずーっとボケとんのかなってちょっとバッチリボケとんのかなって全部これ純恋歌全部幸せ純恋歌っていうスタンプ俺が孫やったらやっぱしてしまうちょっともう後先短いなっていう人には一回殴っとく、ね、幸せな思い出が延々リリー幸せな状態で死ねるすごくいいなるほどねはいはい、じゃあちょっとオリジナルサムシちょっと短いですけど、うん、ランニングパンプスっていうスタンですけどここで自動的に置きチキが増えるいつの間にか置きチキ芸人向けのスタンプチケットがめっちゃ売れるえ、これあれは使う人の名前は何使う人の小林って聞いたことあるぞ小林いや、ぬ行きたかぞ小林めちゃめちゃいいな、それめちゃめちゃ芸人おすすめいいえ、これどういう感じでめっちゃ欲しいは、履かせろ、この人に、これを。そう、履く、こいつが付け、靴みたいなスタンド。そうそう、こいつが履く、置き付けを調達してきてくれる。あ、勝手にこいつが駆けずり回って、靴の手売りしてくれるやん、そうそう。触れたやつはおのずと、買いたくなる。めっちゃいい。そこに、ちょうどこう、チケット持つから。そうそう。え、どんぐらいの大きさなん、こいつ。いや、こいつほんと靴ぐらいのサイズで。これぐらいで、こういう状態で入ってる。あ、こういう、こういう、こういう状態で入る。野菜スティックね。千円札がこういうに。お金も取られてきてくれる。ラブホテルシステムこういう状態で気づいたら帰ってきてくれる。いいね。いいでしょ。いろいろ出てくるね。ガンパンプスになるんだね。あ、たまたま。あ、すごい。なっちゃうね。ランチューさん、これ急に考え出しましたね、これ。マジで全然。パサッとコメントがなくなりました、これ。ちょっと参加して。説明できん分ね、こう、文章に起こされた。何人見てますかね今。9人とこっち5。ああ、14人。まあまあ。1人やった。まあまあ、こんな感じですよ。1人やっちまった。いや、そんなことない。今ね、作家の天野くんにね、新井さんから電話かかってきて、やめろ出た方がいいね先輩作家から電話かかってきてますね作家の天野くんね、知ってる方もいると思うんですけど、見てる方にね、今日家と家しか移動しないのにジャケット着てますねモテようと家から家の移動だけで家で男から男の家の移動でジャケット着てるいやでもね、それまであるようわ、ランチューさん来ましたあ、来た空と君との間に能力プラネットウェイブスと同じ全く同じプラネットウェイブスプラネットウェイブスって何やったっけ重力のやつ違うかそれジャンピングなんだろう6部のあれ違うかあ違うかちょっとこれ初めてあのねこれちょっと申し訳ないな滑らせするみたいな本気で詳しいからいや何ていうのそうそうめちゃめちゃ詳しい絶対本当にしたらあれだよね、俺ブルーアーツ好きなんだよねっつってあえてそこトレイントレインが好きって言わないみたいなああ好きなの分かってるし確かに言いたくなるよねあるよねインディーズの頃の曲俺電光石火が好きからとかそういうなんかちょっとそう、にわからってえみたいなひねったような確かにしたちなみにね、この企画考えてくれた笠松くんっていうのもジョジョが好きなんですけどなんか好きなスタンドとかある実際にやっぱ出てたハーベストやっぱり。お、欲しい。ハーベスト人気だなぁ。あ、そうだハーベスト、確かに、戦うって意味では、まだ他に強いのいっぱいいるけど、生活の上ではね、欲しいっていうね。ハーベストずっと部屋に入れるし。ハーベストね。ハーベストが全部取ってきてくれるから。でもね、なんかね、ああ、そんな感じ。こんなんなのよ。こんな。ちょっと怖い。ハンプティダンプティみたいなやつ。ちっちゃい。気持ち悪い。で、ここの、おでこのとこに溝があって、ここにコインを入れたしてくれる。そうそうそう。5円とか入れてくれここになんか拾ったものをこう今写真下に出てるやつ出た？ハーベスト？そうあーこれねあーなるほどねチャイチーなちょっとじゃあはいはい短いのはいじゃあオリジナルそうしてくださいこれはいロングロングアゴもうボケに来てるよ
何これがっつりどういったノイズなんですか。これあの出落ちができるって舞台で使うスタンドですんなや見えん人には見えんちゃけいややっぱあのライブにねこう還元 したいこっちもねお笑いの生活にランチューさんあランチューさん来たランチューさん、ペニシリン、うん、能力愛に気づく愛に気づいてるや思いだテーマがでちょっとマサルさんやろ二度出前はそれそれして気づく鈍感な人に、鈍感な男子に。いいな、ロスサンド。思春期学生。じゃあ、短い。オリジナルさんの教えてください。コメコメクラブつって、美味しいカニチャーハンが作れるようになるっていう。いいな。作ってくれるよ。作れるようになるっていう。もう技術が。技術を身につけるっていう。そうそう身についたらいないな、それ。身につけ、そう。作らせてくれるっていう、その。なるほどね。同居してくれるっていうさ。クックパッドじゃないこいつ。はい、オリジナルスタンド。あ、プラネットエプス、隕石降らすやつね。あーはい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 。ピンときたようです。なるほど。ピンときたようです、皆さん。6分。はい、じゃあ、はい、最近、オリジナルさせてください。デスザレント。お怖いよ。これ、ツタヤの返却予定日過ぎたやつの、うわ、過ぎたってなった時に発動させたら、返却予定日まで戻した。いや、ただ返したらもう終わり。返したらもう終わり。でも、意外とな。意外と。意外とな。2400円とかなるときあるから。なる。それを解説。俺、学生のとき1万払ったことあるわ。うわぁ俺もこの間でも3000円ぐらい払った。何のために見てもないのにな。そう。デスザレンタルがあります。デスザレンタルデスザレンタルはこれでも。シュー。うわぁ、1万円。俺、あんな3000円叩きつけて出したときないもん。な、あれほどね、無益なお金ないしね。でも、デスザレンタルがあれば。はい、オリジナルさんも教えてください。これちょっと一番スタンド名っぽいわ。俺ちょっと欲しいね。キラーチューンって。ああ、いそういそう。あの、髪型が、あの、かわいいじゃねえか。たこれ、能力は、これもう、椎名林檎にそっくりな女性やけど、めっちゃかわいい。病んでる女子を励ます。お前励ましてもらえ。カラオケで椎名林檎よく歌う女子とかにを励ます。なんでお前が、かなり特定的なスタンド。好きな子に使えばいいです。はい。はい、じゃあ、オリジナルさん教えてください。まあ、曲名ってことで。はい。もう愛なんていらないなんて言わないよ、絶対って言うの。これは、どんな能力ですか？ちょっと、よくわかんない。もう恋なんてしない。あ、もう、恋。そう。そう。なんだ。まあ、もう何も言わないでよ、絶対。わあ、決まった、スタンド。決まった、もう喋れない。ああ、はい、やめてください。あそう。じゃあもう喋らない。スタンドで今騙されてます。自信なくなってきた。ランチューさん出た。ドリームズカムトゥルー。能力。ブレーキランプを5回点滅させて、殺してやるのサインだよ。漢字だね。6文字や、それ。もう、大喜利しよんな、この人ちゃんと。ちょっと、ちょっと出せなかった。殺してやるだけで殺さんのやつ。愛なんていらない。サイン送るだけだから。強気の気持ちを出す。精神力で繋がっとるっていう。はい、じゃあ最近行こう。オリジナルスタンド出してください。ロード第1章。おわ。これはどうなるんですか。これ、あの、髪型がすげえ決まる。これ、ただ成長してって精神力上がったら、若い奥さんと結婚できる。いいな。ただでもこれ、アカンの使いじゃないと見られちゃう、その感じ。そうそう。アクト4ぐらいで結婚できる。毎朝、毎朝するわ、そのスタンド。ロード第2章とか進化してるから、今度。うわ、年の差婚ができる。エコーズアクト2みたいな。いいな。いいスタンド。実用的やな。成長性 A だね。ちょっと。いいね、成長してくれ。リミックスさん来てくれましたよ。ほら、リミックスさん、新しいわ。次です。あ、なかねえと、あとは。いや、もう、高橋、本当に考える感じだね。いや、高橋はね、多分好きすぎて、ちゃんと崩したくない。崩したくない。本当にありそう。ポンって言って、ちょろちょろって言うだけじゃ、なんかさ、こう使うんだよとか。いや、それはもちろん、だってそれがメインやから、こう使うっていう。俺一回ボケようとしたけど、すごい浅かったから消したもん。いや、ボケてないよ、別に俺。いや、そう。
みんな本当に本当にあったらいいなって。いや、荒木先生、絵にしてくださいの話や、今。ロングロングもしかして見てるかもしれない、荒木先生が。ロングロングアゴはボケてへんよ。いやいや、だって俺もうやっぱ笑い欲しいし。いや、本当。どっちでもストイックやから。つかみが欲しいという俺の精神力。顔面に出てきたの欲求と一緒に、そういう能力だ。わ、もうランチューさん、続々と、いいですか、ランチュー、菅氏顔、能力。佇まいがジョジョっぽい。いや、顔ね、どうでもちょっといっそ見てくれを言うっていうね。ツイキャスはもう2人しか見てないんですっていう、そうっていうコメントがツイキャスのコメントに流れてます。報告、自己報告。こっちはね、全然楽しいんやけどな。はいはい、大垣、これちょっと俺が欲しいスタンド、ダイナマイトっていう、うん、これはちょっと太ってても伊勢にまあいいんじゃないって思わせる能力。まあいいんじゃないっつって伊勢に。あ、まあでも嫌いやけど、あれなんか急にどうでもよくなった。まあいいんじゃない太っててもみたいな。男として見れる。そうそうそう、っていうの伊勢に思わせる。あ、もうダイナマイトの攻撃食らってんのね。食らってる食らってる、その時点で。でも交際取れば、その相手は。デブでもいい。そう、殴った瞬間、あ、デブ好きみたいな。デブ戦のやつは多分思春期に食らったんだろう。そうそう、そ、知らぬ間にスタンド攻撃受けてたかもしれない。持続性マックスやな。持続性マックスいいですよ、やっぱり。はい、はい、いいです。じゃオリジナルスタンドしてください。これ正直マジ欲しいね、うん、マジかけ、トゥモローネバーノーズっていうスタンド、うん、いや何これ直訳すると、うん、まあ誰も明日のことなんて知らないっていう、前向きな、わからないっていうね、うん、そういうことやけど、うん、今やな、まさにもう今後のサンサンさんの視聴者がどんどん減っていっても、もう俺はもうトゥモローネバーノーズ。いや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 、ゼロになってるじゃないか、視聴者って。違う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 関する家買おうっちゅう時マンションじゃなくて家買おう。でもサンドが友達がおればいいやん。ケツいじゃん、友達の話じゃん。強いやつみたいな。強いやつ、ガチなやつ一回考える。めっちゃ強いやつ、ガチ強いやつ、強いやつね、雑魚キャラのやつやもん。ちょっと生活をボスになれるぐらい。ああ、なるほどね。ちなみに今追加数2人増えました。おめでとう。4人になった。あ、こっちも2人増えた。10の、そうやな、自分がボスになった時に相手を倒すみたいな。いや、もうほんとここからもうほんと強いやつよ。戦闘向けのね、戦闘向け男性的な感じになりますよね、やっぱね、戦闘向け。はい、じゃあ最近こうオリジナルスタンドしてください。カインドームマジック。おお、これ実際にこのクイーンの曲の名前、ポイポイ、カインドームマジックはこう例えば何か行動が起きたとする、うん、それをバーンってやったら逆の意味の行動に変える。だからもうポイ捨てとかあったら俺嫌やから、うん、カインの名の通り優しい行動に変えるっていう。なるほどね。パンっつったら、タバコポイ捨てしたら、うん、もうパンっつったら、もうそいつがもうポケットから携帯灰皿出して捨てる。いや、聞いとった、さっき聞いとった。え、逆に、逆に聞いとった逆の行動に変えるって言ってるやん。え、うん、そうそう、とっかかりはそれやけど、うん、そう。じゃあどう使うのそれ。むちゃくちゃ強いやつの攻撃、うん、バーン、うん、むちゃくちゃ弱くなってくる。むちゃくちゃ弱くなってくる。そっちが回収はできるから。弱く食らうのよ、さっさぐらい。わーもう全然なるほどね。でも逆にできるっていいな、それ。そうそうそう、全てを逆にする。でもありそうやな、でも徐々で。確かに。だからこれね、急なちょっと場面ですごく弱いやつの力を強くして逆にこちらが得するみたいな場面絶対あるから。なるほど、ね、逆に使うっていう能力も大砲の革命みたいな感じ。そうそう、なるほどね。ちょっと俺もありそうっていう。うん、はい、じゃあ高橋オリジナル探してください。ブラックはホワイトっていう、うん、相手にちょっと攻撃するにあたって二択にすんのよ。うん、どっちかを選ばせる。うん、面白い、サンドっぽい。うん、要は今からぶん殴ると、うん、お前はぶん殴る、さあそれは右手でしょうか左手でしょうか、それは予想が、お前の予想右が来るの、で俺は左で打ち込んだとしよう、お前の予想外れたじゃん、これ攻撃力2倍で
ありそう、ありそう、ありそう。ただここでファンタムマジック。やられた。逆逆、2分の1や、2分の1や。あ、6号くん行こう。いやいやいや、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 ダービーの弟に負けちゃう。そうそう、これこれただね、予想がっちゃうとそのゼロになるわけよ。なるほどね。攻撃はありあるわけね。やっぱリスクがいるよね。そう、全てにおいて。だからこいつは多分めっちゃ罠張るよね、その攻撃を前にするために。だから赤と青の導火線がある、なんか爆弾とか仕掛けるよね。なるほどね。ちょっとありそうだ。ありそう。すごいな、出てくる前やな。じゃあ荒木先生マジで採用してくんねえかな。見てっかな、まず。いや、見てて見てて。口コミってでも怖いからね、見てない人も。口コミは怖いから。全然見て。俺、荒木ひろひこボットフォローしてるから、今日のだって、ね、ツイートでもしかし見てくれる。だって、ワッフルの平田は、お毎日ゆで、今週の牛肉マンマジ面白かったっつったら、ゆで卵から帰ってきたよ。へぇ、言い寄ったな。ありがとうって。すごないそれ。たまたまゆで卵がツイッターで多分検索しちゃったやろうな。ゆで卵自分で検索したんだ。毎日つぶやけるやつ俺は毎週中。そんな奇跡起きるって。そうやな、いつか届くかもしれない。俺さっきなんかプラネットなんとかやつ分かんなかったしな。俺らな。だからもうこの愛はね、具現化されて荒木先生のもとに届くと思うよ。あ、遠隔予想された。でも知らないうちに。スタンド本体が知らないパターンあるから。ああ、なるほど。勝手に言ってるパターンあるから。はい。はい、呼び出さないでください。まあ最強というか、うん、隣に寄ったらマジ最強っていうか、まあ、ザ・ブリリアント・グリーン。これバンドの中で一番かっこいい名前。いや、強そう、正直。ザ・ブリリアント・グリーンって言ったらなんか来るっちゃ、もう実際そのスピードでが流れるから。音楽使うな、もう。好きできた時に、まあブラックオフワイトやってくれたらいいかな。ランチューさんが来た。わ、ランチューさん来ました。トキオ能力、ハートを磨くっきゃないと言いながらハートを磨いてくる。いや、痛そう。心停止を誘発させる。最後の分だけなんか急にえぐくなった、黒くなったけど。誘発するっていうのが徐々っぽい。誘発止めはしない。これ永遠できますけどね、はい、これ戦うっていうとこで、もう戦うめの相手の戦意というか、うん、それをそういう矢沢っていうとてつもないカリスマ性を持ってる。絶対従われちゃう、絶対。ザワールドっぽいな。ザワールドっぽいから、確かに時止める感じ、本当に。正確にはこうしてほしかったけどね。どうしてほしかった。もうエグゾディアみたいな。タオル状のスタンドよ。巻いてる限りのカリスマ性が。アーハーラッシュだろうね。アーハーラッシュ。みんな、仲間がいつの間かめっちゃ増えてる。賛同して。なんか人望集まったな、俺。みんな白い服、白いスーツ着てる。愛し合ってるし。あ、セイフォン教師。教師が。そう、愛し合ってるから。愛し合ってるから、教師。ランパンプスの今のところ最強だな。俺らにとっては最強だ。直接的な利益をもたらしてくれるランパンプス。今日ね、能力者来てたらこの視聴者数もすごいことになってた。いや、その小林ってやつ。能力者。小林。スタンド使いの小林っつったっけ。小林さん。なんか暇してたっぽいけどね。いや、もうちょっとこれね。なんか正直ね。これ学生時代の授業中とかめっちゃやってなかった、うん、ノートに。ああ、スタンド書いたり。絵描いてさ、スタンド。やったなぁ。絵描いたり。俺これとね、バキクイズしかしてない。漫画ばっか。漫画ばっかり。ちょっと止まってきたよ。本当に強いやつ。本当に強い。考えたらちょっと間違いないから。その、もうあるけないだってもう。その時止めるやつとか、それを超えないかんっていう。D 級スタンドはいくらでも思う。ある意味、荒木先生。S 級がちょっと抜け裂けるやつはね。ある意味、荒木さん超えなきゃいけないからね。そうそうそう。荒木さんが考えつかなかったってことでしょ？まだそうでしょ。最も強い。時間関係はやっぱ、そこを超えたいよね。時間の強さっていうのをいかに、凌駕するか。
時間じゃあなんか お題というか縛りするなんか思春期男子あ、そういうのあ、敵を決めようか敵をじゃあ、敵、あ、敵や、敵を決めようかえ、敵は何実際にいる原作に出てきた敵いやこの三次元で本当におるこの世界でお笑い不景気敵は和田アキ子さんとかそういうことじゃあ和田アキ子にしようか和田アキ子タスクマザーキコさっきのあれじゃんホワイトアンドブラックギャンブル好きそうだなだんだん多分イライラしてるね負け込んでるただ食らってもあっなこれはっつってはいはいマルハンで取り返せいいっすかはいおかき VS 和田アキコのスタンドを考えてくださいはいフェルト布柔らかい布で、うん、あの鐘をすごい音鳴りを悪くするあの、フェルト詰めちゃってカンカッカッカッってなると 鳴らしとんのに届かないや紅白盛り下がるもんねこれね、もう年越しできんと楽しくそれあーいいなそれじゃあ俺はやっぱあの、コネクションを使ってなるほど、はい、セブンビンゴスタンド使ってあの16期の、うん、もう多分もう4年、もう見ることはないかもしれないいや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 あるあるあるを、まあ、漫才させてちょっとだ説教させてるうちに和田アッカー多分和田アッカーセブンビンゴに送ってるなぁ、ちょっとボディープローいや、お前がやるんかおとりじゃん、おとりじゃんおとりじゃん、なんでもいい、おもちゃでいいよただ漫才コンビ紹介しただけじゃん同期紹介した同期紹介愛のある回答だった同期紹介しただけ愛のある回答はい、最近、バサさん和田アッカーの質問してくださいカットシザーをハサミ型のスタンドであの日曜日の午前10時ぐらいに和田アキ子の家に行って前髪ちょっと切るうわーお前今から本番なのに、ね、全然決まらんめっちゃテンパるわお前若すがお前わ出たくないっていう気持ち多分捕まったらこの多分すっごい死に方するけど犯人を特定させん方がいいってことそうですもうむっちゃ遠隔操作クソビビリじゃんブラジルからでも届くビビリじゃねえかそ前髪切るだけだもんなあーやだってバレたくないから繊維喪失やなアッコさんアッコさん、そろそろ時間も迫ってきてますよアッコさんやろアッコさんやばいなんだろうアッコさんって何いやまあ倒すというかな、まあ、そう繊維喪失というか、まあ、女性やしね言ってもそこなんかできたらいいけどアッコさん女性対女性対女性っていうのは、はい、呼び名を探してくださいはい、これちょっとかっこいいですけどねはいノットハンドエターナルうわ、かっこいい、うん、両手を、うん、まあエターナル、うん、まあ永遠としてるけどまあ長時間動かさず、うん、動かさなくするんやけど、うん、和田アッコの両手を、うん、そしたら和田アッコあのアッコにお任せの時にダブルピースで決めるいや、する、ね、するうわーって困ってたのにいやいや、動いとるやんそれ動いとるやんジョジョ立ちする影響力やっぱすごいすごいアッコさんの助手たち見たいけどなめっちゃ見たいな多分相当決まるぜ、まあ、ドラゴンボール芸人には出とったからね和田アキ子ああドラゴンボールは好きやからなちょっと映画キャラに勝つにはとかにする悟空に勝つにスタンドとかなんかラッキーマンに勝つスタンドとかなるほどねあラッキーマンか和田アキ子じゃあ なんやろうなあやめるちょっと総理大臣になるためにしようぜちょっと今政策的な問題やなるほど、ね、トップになるからね総理大臣になるためにスタンド、うん、やっと総理大臣やっと和田アキ子の1個目がかけたちょっと消したんかいってこと総理大臣が選挙で勝つにはにしようか選挙で勝つあ、ね、でもな攻撃系じゃねえもんな、うん、言ったら大統領が出てくるからな徐々には関係ないけどそうやなやっぱ思春期男子とかじゃないの思春期男子になんでこんな企画会議みたいなそうややっとくべきやるっすよいろいろできるお笑い評価お笑い的お笑い評価じゃあ思春期男子ラップアップスがもう一回出てくるだけだろ思春期男子の中二男子に圧倒的強いやつね、うん
はランチュウさん、アッコさんのスタンド、クヌムシン、ジェームス・ブラウンの顔になって和田アキ子の前に現れ全否定する。いややな。多分いやな。殺しちゃうよ。リスナーの暴力や。ちゃんと時間を置いていい答え出すな、この人。あ、思春期男子。はい。こう相沢ひとみ。わ、能力は。このぐらいがちょうどいい。わ、いいな。いい、ちょうどいいな。ちょっとそれに被せるんだけど、はい、EFG っていうあの。E カップ、F カップ、G カップ。うわ、もうつなぎみたいなのそれ。気持ち悪い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 。ずっとうなされるな。トラウマなるわ。はい。テヌガっていうスタンド。このそういうのね。すんげえ柔らかい素材できてる。テンガが。トロってるの。が包んでくれる。包み込んでくれる。全身を。何よとは言わない。どこでも。でも色も形状もいろいろ形状いろんな大きくなれるしちっちゃいもの硬さとか柔らかさとか温度とかもそうその人好み好みうわぁ使える使える噛みつきやそれ何でも乗っけ今欲しいもん今欲しい今欲しい今すぐ欲しいさあそろそろ行きますかラスト何も出せてないもんだね刺繍さあはいはいじゃあ中に思春期男子にスタンドしてくださいスケベティーチャーリツコオケイスの先生やけどあのみんないじめっ子で悩まされてもそれ使ったいじめっ子みんな保健室行くからうわっケイスが治安に治安に学校なる自分の好きなクラス作りができるクラス作りスケベッティーチャーリツコリツコはいはいちょっと名前こだわったんだけど、はい、モンローウォークっていうの女子生徒の下に地下鉄のあの通風口を作るすぐどんな作れるだけなどんなスタンドああそういうことバッてその地下鉄のあの通風口だからもう風がすごいのよああすぐねでも風起こすとかでいいやいやモンローウォークそこはモンローウォークのあのセクシーさにちょっといい風が吹くかどうかは運次第。運次第。その時走ってないかもしれない、この下を。トラック風全然起こんねえから。さあ、そろそろ行きます?はい。じゃあ、最近行こうか、さっきまで晴れてたのに急に夕立ち。ああ。これ、どれどれですか?あれだろうな。あ、これ夕立来るだけです。スケーターリポーテスケーターいやただ夕立限定でもいいあいあいがさあのシチュエーションを演出してるちょっとあの急な雨で濡れてちょっとブラが透けちゃうそれが同級生があじゃあそれも写真に撮れるっていうのもだから本体はめっちゃ晴れてる傘持っていくなんでも傘持ってあいつ今日使うなってカメラとねカメラあいつ使わなきゃめっちゃバレるはいオリジナルさん教えてくださいこれめちゃめちゃ正直一番かっこいいかもしれない名前は本当にありそうアンダーグラウンドおおアルサンダーやけどこれあの思春期男子にアンダーグラウンドすると、うん、あの俗に言うアンダーグラウンドのアングラの本当全然売れてない若手わはは本舗みたいなとかもうマニアックな映画とか漫画とかを見せてもブレさせるいい方に持っていかしてやってよもう悩んで大丈夫だよ悩んで悩んでなんでそっちに行かせるめちゃめちゃ尖った大人にしてしまう二十歳過ぎた時ろくな大人ならみんな NSC に来るようなほとんどお前の話これ田舎者にこれ使ったら一発一発やろ全部吸収するなら世界変えてやろうって持続性がすごいやっぱ俺ら出すの持続性 A だ全部 A だね努力大したことないからいやもうそろそろラスト行こうかラストラストはいなんだかんだ45分でした春季男子じゃあ高橋行くラストええ俺そうやもう一番好きやからねうん思春期だから一番思春期近いあ言ったらまだ思春期だもんなちょっとポーズ決めて今お前が欲しいスタンドに素直に出す時のポーズもファンだマジでクソハードル上がってんじゃん今いやいいよいいよそれは関係ないちょっと俺出そうとしたらめっちゃしょぼかったのにいいよそれでいいそれだってそれはやっぱなもうお前がもうこれでダメになるやったらジョンジョンもダメ
うわっ、お前さ、こんなところで背負わない、やめろって。ほら、消したもうこいつ。あいつ、あいつの金の話なんだから。止まってんのは。相方が金返してくれるってさ。お金が増える。今ね、西澤はあのマネートラブルってスタンドで、スタンド攻撃を受けてる。スタンド攻撃食らって、食らったんよ。やだな、マネートラブル。自分に売ったんですからね。そうそうそう。食らったっていう。自分にマネートラブルして。人をトラブルに陥れさせようと思ったら自分が食らったっていう。そのリスクの部分が出ちゃう。最近、最近聞いたんだけど、最近聞いたんだけど、危ねえ薬飲むバイト探してるって言って。試験に行こうかと。試験でいいやん。試験の中でも一番危ねえやつに行こうっていう。20日間ぐらい拘束される。暗い、僕らはね、やっぱね、食らいやすいですからね、若手芸人は。ギャンブル的、ギャンブル系スタンド。確かに。ギャンブル中毒をなくすスタンドとか欲しい。いや、それは本当やな。いやもう精神力の弱さよ。ああ、ほんとだ。弱さ全部。そうだ、うまい。そういうことだね。結局。結局、そういうやつにはね、これ当たればいい。ドリーム、もうドリームは。どうなる、どうなる。どうなる。これはまあ、頑張っていって。夢を追いかけて。夢追いかけてくれ。いい、いいスタンド。まっすぐ見さし。頑張ろう。これずっと続けさせてもらわんと困る。はい。じゃあ行きましょう。オリジナルスタンド教えてください。オリジナルスタンドは、やっぱ思春期男子なんでね。うん。ランナー。足めっちゃ速くなってすげえモテる。いやでもお前ただこれはあのこれかけるんだけど、うん、頭全剃りにしなきゃいけない。リスクでかすぎてモテんやろ確実。これでけどモテるとかでいいやん。こっちありきで考えたからなんなんありきで考え始めちゃったからさ、サングラスかいててもそんな思いつかない。特殊なコップを2つつけたみたいなサングラス融合しとるような。まあこんな風に楽しく考えました。まあこんな感じでね、ジョジョ好きな芸人がいますので、他にもね、多分お友達とかでもジョジョ好きな方いらっしゃると思うんで、これでね、いいなと思ったらジョジョを見て。漫画はね、やっぱすごいのいっぱいありますからね、映画とか以外にも。ちょっと女子にね、見てもらいたいですけど、ね、今男子漫画アニメでやってるのは何部ですか。あれ2部だね。第2部だね。今日は一つも話でもなった、うん、そう、3部からの話、全部スタンド、うん、スタンドは3部。じゃあ3部によって面白い、面白くないから。まあ好みがある。あ、好みあるね。なるほどね。そう、やっぱその旅に出るだとか、うん、この街を守るだとか、うん、そのエジプトに行くのは何部っけ。3部。3部面白そうやね。3部はね、やっぱ安定して人気高い、ね。まあ見やすいですよ、3部、4部、5部。だから何かとね、取り上げられやすい、3部とか。はい、なるほど、うん、なるほど。少しでも魅力が伝わってたんだな。そうですね。まあ続編とかもちょっといろいろやりたいですね。ちなみに続きは0人です。とうとう。一人がそこなんで。とうとうね。なるほど。ツイキャス0です。大事な。あんなあたりから。iPhone を。そんこんなの。電池を使う。電池切れでしょうね。多分ね。あ、なるほどね。外で見てたんでしょう。はい。というわけで、じゃあ最後告知とかありますか。告知、あれですね。そうな、僕の相方に石田にお金貸してる人を見てらっしゃら、はい、もうそろそろ帰ってきますんで。ジョンジョンはどういう風に言ってるんですか。発表してるんですか。発表、なんか うやむやだよね。会社には言ってるんですか。会社には言いました、あの半年間と。はい、なんで今僕明確に言うとジョンジョンじゃないですしね。まあまあ、言ったらもう解散してる状態ですもんね。今秋吉というか、なんだろう。高橋は別に欲しいし、仲いいか知らんけど、お前ハイパークリエイター秋吉。恥ずかしい。ダブスだけそっちに寄って、ダッポハブやったらよってバンドでしょ、バンド。バンド、バンドしかも誘われてるし。やろうぜ。やめんだよ、マジで。お前ちょっと、まあまあ、それは大丈夫です。お茶の水とか会いたくねえな、楽器買いに来てるのが。絶対高円寺ぐらい。やっぱりテレキャスなんだろうな。テレキャス選んでる、お前。ありますか。ありますよ。12月18日に、うん、19時から渋谷のループアネックスっていうクラブで、うん、パナマジ入る。出た。ああ、パナマジね。次 4回目があるんで、まあ、ぜひぜひ。いや、ぜひ。すごいよね。見てください。すごい。スーチモーターは地元は今のところ何もないですね。で、猫ドラも解散して、あ、猫ドラも解散して今水中モーターっていうコンビでやってますんで。いいなぁ、もうほんと最近ちょっとみんなのなんかお仕事ツイートとかさ、先輩と絡んでるツイ写真とかさ見るともうちょっと胸が締め付けられてる。
思いなんで、精神的な弱さから来てるな。そうそう、スタンドがもう、スタンドがもう殻に閉じ込まれて逆にもう卵になりました。俺ツイッター見ないようにしてるから俺やっぱな、うん、やっぱ露骨に先輩付き合いとかは増える。そうやな、今ほんとちょうど分かり始めてるね、うん、俺なんか昨日もね、やっぱ影山の田畑さんと仲良く、うん、中華料理屋の汚ね油だらけの厨房無呼吸で8時間無呼吸で8時間やって無呼吸8時間ボロボロからこんな仕事せない感覚仕事だな、そうやな、吐きそうに仕事やもう完全だもう一切呼吸してない無呼吸そこの推しなんだ呼吸してない推しは無呼吸めちゃ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 辛いいや辛いのは分かったよ早く入れたいやそうですよ。まあ、僕らも24日、ジェットギグ、13時からあります。25日も、16時からと19時からライブあります。ツイッターをね、見てください。はい。しますので、よかったら見てください。はい。はい、じゃあ最後、高橋くんなんか、ジョジョ決めポーズ。え？ジョジョあるある。で、今後の意気込みを。あ、今後の意気込みを。ジョジョ立ちで。ジョジョ立ちで、じゃあ今後。ジョジョ立ちで、か、西沢の絵の一言。最後、秋広のハイパークリエイター。完全に秋広の。西沢に言いますわ。ジョジョ。ジャンプ見てね。ジョジョ立ちで。ジョジョ立ちで。ちなみに、最後コメント拾っていきます。ランチューさん、次回は最強伝説、黒沢取り上げて。うわー超好きだな。ニッチだな。カイジでも赤木でもね。打ち切りになった。黒沢。ちょっと15万ぐらいあいつには貸してるんで、西沢の方には。じゃあそれちょっと一言もっと熱を帯びるように僕言います、うん、この間NSC のライブの MC で高円寺に行ったんですけど、サガちゃんサガちゃんって駅で誰や誰俺のことをサガちゃんって呼ぶやつパッて見たら西沢やって、うん、わーっつって、いやいや俺知っとったからその時代何しょんの西沢おい俺今からもう仕事やぞ俺はっつって、うん、司会のしたらなんかねめちゃくちゃいかにもパチスロっぽい仲間とが、したんやけど、隣に、今から行ってきます、とは言ってました。笑顔でね。それを聞いて高橋くん。負けねえぞって言ってました。うーわ。さあ、それでは高橋さん、その相方、西沢さんに一言お願いします。はい。じゃあ、西沢くん、君とは、縁切りまーす。さよなら後味が終わるかー後味は。相方募集中